こういうちょっとしましまが入ってて黒っぽい感じに見えるんですけど、茶色も入ってる。え、茶色入ってます。茶色、あの鼻のあたりとか茶色ですよね。あ、本当だ。こういうかな、あの鳥の生地がいますよね、はい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 、あの生地と同じような色の感じの子を生地トラって言います。生地トラ、はい、これにあの白い手足が白いよっていうのは生地白って呼んでます。生地白、はい、これテストに出るやつですよね。あ、そうですかね。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。2月22日はニャンニャンニャンで猫の日。しかも今年は2022年の2月22日でニャン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 。そんなわけで猫情報いっぱいの30分、今日はトラ柄の猫だけを集めた譲渡会にお邪魔します。最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。やってきたのは松山市の富士ハブ店。その中のメモリーズショップの中で今日は猫の譲渡会が行われています。新年でトラトラトラなので島トラだらけのにゃんこちゃんの譲渡会にしてます。どうしてやろうと思ったんですか。すごい画期的というか今までないですよね。そうなんですよね。あの結構猫ちゃんってこういうあのキジトラちゃん、サバトラちゃん、チャトラちゃん柄が入ってる子多いんですけど、なかなか譲渡に結びつかないんですよ。なんかその辺に溢れてるからなのか特にあのキジトラちゃんが数は多いのになかなか出なくって、だったらそういう子だけを集めてその中で見ていただいたらもっとよりその子のいいところとか違い、他の同じ柄なんだけどこういう違いがあるっていうのが分かってもらえるかなと思ってあの自分で考えました。キジ系の猫ちゃんの魅力というか特徴というか教えてもらえますか。なんかのツンデレなところがあるんですよね。え、キジトラ、トラ系はそうなんですか。そう、あのチャトラの子は甘えん坊さんが多いんですけど、はい、キジトラの子はちょっとツンデレなところがあって、なんかの神経質なところもあるんだけど飼い主さんにはベタベタに甘えていったりとかなんかそういうあの魅力があるんですよ。そう、違う、違いありますね。うん、あります。あの猫のことをね今知り始めたという方には
生地とかトロとかどういうこと違いわからないという方も多いと思うんですが、ちょっと教えてもらっていいですか。これは何の柄だよっていうの。あ、はい、はい、専門ですね、はい。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。生地とかトロとかどういうこと違いわからないという方も多いと思うんですが、ちょっと教えてもらっていいですか。これは何の柄だよっていうの。あ、はい、はい、すいません。ですね、はい、こういうちょっとしましまが入ってて黒っぽい感じに見えるんですけど、茶色も入ってる。え、茶色入ってます。茶色、あの鼻のあたりとか茶色ですよね。あ、本当だ。こういうかな、あの鳥の生地がいますよね、はい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 、あの生地と同じような色の感じの子を生地トラって言います。生地トラ、はい。これにあの白い手足が白いよっていうのは生地白って呼んでます。生地白、はい。これテストに出るやつですよね。あ、そうですかね。はい、そんな感じなんですね、色的に言うとね。生地トラちゃん、はい、生地トラちゃんです。へ、はい、そして、はい、こちらになると今度、はい、茶色のしましまですよね、はい。これ全体に茶色のしましまだったら茶トラなんですけど、はい、この子白が入ってるので、はい、茶白、茶白って呼びますね。はい、特徴はありますか。なんか性格とか。あ、もうこの茶色、茶トラの子は全体的に甘えん坊さんが多いです。あのワンちゃんみたいにすごく人が大好きで、あ、甘えん坊さんで結構相手を選ばず。わかります。うちのもそうですわ。そうですか。はい、キジトラちゃんはね、反対にちょっとあの人見知りが最初あるんだけど、飼い主さんにはベタベタ甘えるっていう子が多いんですよね。はあ、男の子が多くないですか。チャトラちゃんはだいたい7割男の子3割女の子かなっていうような感じで、女の子がすごく少ないですね。へえ、今日来てる子も全員男の子です、チャトラの子。そうなんですね。はい、じゃあお隣の子の、はい、お隣の子も茶白ちゃんですね。茶白ちゃん、同じく甘えん坊ちゃん、はい、甘えん坊ちゃんで、あの犬のように後ろをついてきて、はい、お腹をごろんとみんなに見せるような感じの子です。飼いやすいですよね。飼いやすいですよね。ちょっと後ろを振り返っていただいて、こちらですね、はい。この子がちょっとさっきよりグレーがかってますよね、色が。はい、グレーですね。この子がサバトラって言います。どうしてサバなんですか。あの、お魚のサバですかね。あ、なるほど、はい、サバの色に似てるから。へえ、サバトラ。サバトラ、トラはしましまっていう。そうですね、しましま。性格とかは特徴あるんですか。サバトラは案外少ないんで、でも、まあ、のその子の性格によるんだと思うんですけど、この子はすごくマイペースな感じの子で、荒々しくもなくマイペースに感じの子ですね。これに白が混じったらサバ白。サバ白、はい、なんかかっこいいですね。そうですよね。そんな感じで、もう今日はあのトラ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 、はい、トラ年でもトラしましまトラトラの柄の子ばかりを集めました。ちょっと私じゃあ勉強しましたが、はい、この子は、はい、キジトラ。そうです。あ、正解。正解です。あ、じゃあこの子は白キジ。白、うん、でもいいですよね。キジ、キジ白でも白、キジ白、うん、あ、キジ白、はい、名前をねちゃんと覚えるのも楽しみですね、はい。あ、じゃあこの子は鼻が茶色いからキジちゃん、キジトラ、キジトラ、はい、はい。この子もキジトラ。
キジトラちゃんって世の中に多くない？多いです、うん、はい、多くってどこにでもいるからかちょっとあんまり人気がなくってちょっとあの譲渡会をしてもこう色目の明るめの色目の子の方が目立つのかそちらに声がかかってキジトラちゃん余っちゃうことが多いんですよ、なかなかお声がかからなくって。じゃあ今一度キジトラちゃんの魅力を教えてください。キジトラちゃんはツンデレで飼い主さんにはすごくベタベタ甘えますのでとっても可愛いと思います。ぜひぜひよかったらキジトラちゃんをトライアルしてみてください。はい、木原さん、トライアルっていうのはどういうことですか？もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。トライアルっていうのはどういうことですか？初めて飼う方もそうなんですけど、今現在猫ちゃん飼ってる方もワンちゃん飼ってる方も初めて飼うっていうのはまた大変なことなので、相性が合うかどうかを確かめるためにお試しの飼育期間を設けてます。これをトライアルと言います。どれくらいの期間家で飼うんですか？そうです、ですね、初めて飼われる方とあと、先住の猫ちゃんがいる場合はだいたい1週間から2週間の期間を設けてます。で、もう何もいなくって全然飼った経験もあるよみたいな方だと1週間、人間だけ、人間と猫ちゃんの相性だけでいいので期間は1週間にしてます。で、初めて飼うので自信がないって言われる方や先住の動物がいる場合はその子の相性も見ないといけないので最低2週間は見てますので、はい、もうそれで十分わかるかと思います。相性がいい悪いって猫同士はどう判別したらいいんでしょうか？やっぱり先住の猫ちゃんが例えば体調が悪くなっちゃって吐いちゃったとか下痢に、そうですね、下痢になっちゃったとかそういうこともあるかもしれませんし、このトライアルに行った子が体調が悪くなっちゃったっていう場合もあるかと思うんですよ。あとはお互いが大喧嘩しちゃうとか血が出ちゃうほど大喧嘩しちゃうとかになるとお家の人もね大変になるので、そういう相性を見ていただくための期間になってます。ハンディを持つお子様へ、テログループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるテログループ。ナチュラルケアドッグアカデミーはワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。トライアルしてみようと思ったらどういう手続きとかするんでしょうか？はい、この子をトライアルしたいっていうのが決まったらこちらのトライアル申込書に
ご記入いただくようになります。どんなことを？はい、第1から第3までこの子がいいんですっていうのを書いていただいて、勝手に選ぶわけじゃないんですね。そうなんですね、まあ、あの例えば第1希望の子がとても人気がある子で、たくさんの方が申し込まれた場合に、まあ、その方が第2希望の子もいたら、第1希望はダメだったけど第2希望の子がトライアルできるよっていうこともあるので、はい、うちの方としては第3希望まで書いていただけます。でも絶対この子じゃないと嫌っていう場合は第1希望だけ書いてください。なるほど。そしてご家族構成ですね。それって大事なんですか？そうです、そうです。お家の方の協力がないと犬猫は飼えませんので、例えばお父さんやお母さんがお仕事で忙しい時にお子さんが代わりに犬猫のお世話をするっていうこともありますので、ご家族何人が住まわれてて何歳の方でどういう風な生活をされてるかっていうのを知るために、あの同居されてる方全員の情報をここに書いていただくようになってます。はい。そして住宅環境も大事です。一戸建てで持ち家なのか賃貸なのか、あとあの共同住宅ですね、あのアパートみたいな感じで、それもあの持ち家なのか賃貸なのかによって、例えば共同住宅で賃貸だったらペットを飼ってもいい許可がもらってるかどうかの確認を取ります。こっそりバレないようにっていうのはダメなんですか？ダメですね。今頃ってあの賃貸契約が結ばれたりしてますので、そういうのを確認させていただいてます。はい、もうどうしてもいけない場合はあのそのアパートの管理会社の方にお電話して聞く場合もあります。じゃあ絶対にペットかっていうのが確認できないと、はいはい、ダメです。ダメなんですか？はい、ダメです。どうしてダメなんですか？内緒で飼ってて、例えばお隣のうちの方が、あれあそこ犬の声がする、猫の声がするって通報でもされた時に、その方が引っ越しをするんじゃなくって、多分その犬や猫を捨てちゃうような恐れがあるんですよね。そうなるとせっかく助かった命を譲渡したのに、そんな危険にさらされるっていうのはやっぱり良くないので、きちんと飼ってもいいよっていう許可をもらった方でないとお譲りできません。なるほど、わかりました。はい、そしてあとですね、犬や猫の飼育経験があるかないか、まあ、今現在猫を飼ってますっていうような方なんかもこれを見たら分かるように書いていただきます、はい、で経験が全くないですっていう方も、譲渡された後もずっと寄り添って分からないこととか、そういうことはご質問いただいたらお返事できるようにつながっていますので、はい、譲りっぱなしじゃないの？ないです、はい。何か困ったことがあったらいつでもご連絡いただけれるような体制は取っておりますので、はい、安心してトライアルしてください。猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。何か注意事項とかってありますか？はい、そうですね、こちらの方としては里親様の譲渡条件っていうのを作っておりまして、はい、まあ、例えば成人した20歳から、まあ、これ55歳っていうのはちょっとアバウトな感じなんですけど、はい、健康面や経済面に不安のない方、まあ、今現在ご勤務されてる方を中心にしてます。どうしてですか？まああのね、犬や猫を飼うには病院代もいりますし餌もいります。まあお金のかかることが多いので、収入面のない方にすると病気をね負った犬や猫を飼うというのは難しいと思うんですよね。
ですからどうしても収入面で安心できる方、健康面でも犬や猫の世話がきちんとできる方、これは大事なことになります。それと、先住猫ちゃんがいる場合なんかは、猫の場合はウイルス検査を先住の猫ちゃんもきちんとしていただきたいっていうことなんですね。はい、新たにこちらの方から行った子がウイルス検査をしてて、エイズも白血病もなかった状態なのに、先住の子が何もしてなくって、例えば本当はエイズだった白血病だったっていうことになると感染してしまう恐れがありますので、そのあたりも確認させていただきます。はい、はい、そして家族全員の賛成と協力があること、そのためには事前にアレルギー検査ですね、特にお子様が最近猫アレルギーの方なんかも多いので、その辺で重篤なアレルギー反応が起こるといけませんので、何かトライアルの時にちょっとでもくしゃみがするとか目がかゆいとかっていうことがあると、トライアルが終わるまでにはきちんとアレルギー検査を受けてくださいっていうことをお伝えしております。はい、そして、犬や猫なんですけど、猫と小型犬または生後3ヶ月以内の子犬なんかは絶対に完全に室内飼育をしてくださいっていうことを約束していただきます。これはどうしてですか？中型犬や大型犬でも3ヶ月以内って言ったら赤ちゃんなので、お外で飼うのは危険です。あと小型犬はもちろん体も小さいですので、お外で飼うよりお家の中で飼っていただきたい。そして猫は必ずお外に絶対におトイレに出すからっていうのもダメです。どうしてそのまま逃げてしまう恐れもありますし、はい、お外に出すと、逃げてお隣のお家に行っちゃって、お隣とのご近所トラブルに発展してもいけませんので、猫は必ずお家の中だけ完全に室内飼育をお願いします。そしてあと一番大事なのは、適齢期に必ず避妊去勢手術を実施することを誓っていただきます。はい、これは愛媛県が殺処分のワースト県になってますので、もちろん犬や猫がこれ以上不幸な目に遭わないためには、新たな命を望まないのであれば避妊去勢手術を約束してくださいっていうことですね。こういうお約束をしていただいてます。であと、こういうふうに先ほどお伝えしましたトライアル申込書を書いていただいたら、里親様のお家まで飼育環境の確認にお伺いしますので、その犬猫をお届けの時にお家の中に入らせていただきます。はい、じゃないとそこにきちんと住んでるっていう確認が取れませんので、お家の中に上がらせていただいて、例えば脱走してしまうような危険な場所がないかどうか確認させていただきます。はい、そしてトライアル誓約書っていうのをご用意して持っていきますので、そちらの方にご署名をいただくような形になってます。はい、でそのトライアルの期間が終わって正式に譲渡してほしいっていう形になった時に、正式な譲渡契約を結ばせていただいております。その際にはその子にかかった医療費をいただいております。それは動物病院で発行された領収書と引き換えになりますので、それ以上のお金はその医療費としてはいただいておりません。実費ということですね。そうですね、実費ですね。でそれプラス私たち猫ワンライクの方では、医療費の他に今いる保護犬猫のための保護協力金っていうのを5000円っていう ご寄付の金額としていただいております。はい、これは今いる保護犬猫のための医療費とか、あとフード代の足しにさせていただいております。これは納得していただいていただいておりますので、どうぞご協力をよろしくお願いいたします。あとですね、トライアル期間中に行方不明になった場合は、はい、こういうことも多々あるんですよね。多々あるんですか？はい、お子様が忘れちゃってリビングの扉開けっぱなしにして、そのまま玄関の扉をガーンと開けてしまって、猫ちゃんが逃げちゃったっていうことが結構あります。ですから注意をしていただいて、それでも見つからなかった場合、もう私たちも協力して探しますので、もし逃げた場合は1日でも1時間でも早くご連絡いただいたら、その分探し出すのは早いので、はい、でも何日もかかってからご連絡いただくと、もう姿形も消えて生きてるのか死んでるのかもわからないので、はい、もうご連絡を早めにお願いします。はい、でその場合は保証金としてその子にかかった医療費はご負担していただくことになっておりますので、
必ずいなくなったらもう第一歩すぐにご連絡いただいたらと思います。どうぞよろしくお願いします。なかなかこう手続きがあるなっていう印象ですが、これはどうしてでしょうか。まあ、不幸な命を減らすためには致し方がないと思うんですよね、うん、皆さんの言うことをお言葉だけで鵜呑みにして信じてあげたいのは山々なんですけれども、実際のところそうでない場合も多くって、多頭飼育崩壊が各所にあったりとか、どう考えてもこの子は飼われてただろうなみたいな人懐っこい子がその辺をうろうろとしてて、保護したのはいいんですけど、そのまま飼い主が現れなかったりすることもあるので、どうしてもこういう面倒な手続きは踏まえないと飼い主さんとしてはこちらの方としては認められなくなってしまうんですよね。毎週日曜日に譲渡会を必ずしていきたいなと思っております。ちょっと今コロナの、ね、数なんかで心配なんですけど、そのあたりは気をつけながら、はい、みんな消毒もきちんとしていただきながら、お熱がない方、お熱がちょっとでもあると来るのを遠慮していただいて、はい、健康になってから元気になってから来ていただいたらいいかと思います。その予定などはどこで分かるんでしょうか。猫ワンライクの携帯なんかで検索していただくと、もうその月の譲渡会の予定表なのかを検索することができますので、そちらを見ていただいたらいいかと思います。でこういう譲渡会の会場でも1ヶ月の譲渡会の予定表なんかを書いてますので、ここですね、こういう感じで出してますので、よかったら見ていただいて、奇数月の最終日曜日にブラックニャンコデーっていうのを考えております。ブラックフライデーみたいな。そうですそうですブラックニャンコデーで、はい、ということで、もう真っ黒の猫ちゃんばかりを集めますので、その中で自分が相性のいい子を選んでいただいたらいいかなと思います。恵美子さんが思う黒猫ちゃんの魅力ってどういうところですか。はい、黒猫ちゃんはめちゃくちゃ甘えん坊さんが多いです。もう本当に甘えん坊さんで、はい、茶トラの子も甘えん坊さん多いんですけど、黒猫ちゃんほど甘えん坊さんはいないんじゃないかなと思うぐらい甘えん坊さん多いです。そうなんですね、はい、それを魅力はやっぱトライアルしてみて。そうですね、性格が分かる、はい、みんなね真っ黒なんで目が開いてるか、ね、閉じてるかも分かんないってよく言われるんですけど、飼えばきっと分かってもらえます。はい、ここに来る、はい、猫ちゃんたちはどういった状況の子がいらっしゃるんでしょうか。大体ですね、保健所に入っちゃった子とか、あとその近辺で自分の家の周りで野良猫ちゃんが産んでしまった子とか、どうか保護していただけませんかっていうご相談があったり、そういう子たちですね、行き場のない子たちを私どもの方でお預かりして里親募集につなげていっておりますので。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。ネコワン。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
また見てね。